響きワークス。休日、昨夜の酒のせいか目覚めたのは昼前だった。ベッドから起きて縮こまった体をぐいっと伸ばす。宅飲みの分も合わせるとかなり飲んだんだけど、頭痛や吐き気といった二日酔いの症状はなかった。とはいえ少し気だるいし、シャワーでも浴びてさっぱりするか。シャワーを浴びて着替えたところで妙な物音が聞こえた。なんだろう今の音。隣の部屋から聞こえてきたような。もしかして誰か引っ越してきたとか。でも管理人さんそんなこと一言も。ってそうだ、思い出した。管理人さんリフォームするって言ってたっけ。となるとこれはその作業の音か。気になる。音の正体もだけど、あの管理人さんがどんな感じで作業をしているのか。ぱっと見力仕事とかとてもできそうな雰囲気じゃなか、雰囲気じゃないんだけど。どうしても気になったので様子を見に行こうと廊下に出る。隣の、部屋のドアはストッパーで開いていて、案の定、音は室内から聞こえていた。おう、あの管理人さん。呼びかけつつ中を覗くと、おほほ。すみません、騒がしかったですか。設定画面で。スケベだな。いいな、巨乳のつなぎ、いいな。素敵だな。下着つけとるんかな。なるべくあなたの部屋から離れた場所で作業していたんですけど。あなた呼びだ。まだ仲良くなってないもんね。すごいな、一人身のもっさい男にはこれはもう刺激的だろうな。もしもし、私の話聞こえてました？まさか騒音で耳がやられたとかですか？どうしましょう。違います。単純に驚いちゃって、てっきりいつものエプロン姿でちょっとした作業をしてると思ってたので。それが思った以上に本格的だったからびっくりして固まってしまいました。どこが？照れくさそうに言うけど、なかなかどうして似合っていた。上下一体の、作業着、いわゆるつなぎの上を腰あたりでぐっと縛り、手には工具。つなぎも工具も一見すると新品同様に綺麗だけど、よく見ると使い込まれているのがわかる。つまり大切に使うだけでなく、ちゃんと手入れもしているってことだ。しかし本当にお一人でやってるんですね。お金もないですし、できることは自分でやろうと思って。でもやってみると意外と楽しくて、趣味と実益を兼ねるというやつですね。何より DIY って響きが好きなんです。 Do it yourself、 いいですよね、自分でやるって。 Do it yourself なんてにっこり笑いつつ、手にした工具をビシッと構える。似合う、ガチだこれ。それよりもだろう。それよりもだろう。このままホームセンターのポスターとかに使えそうだ。それで最初の質問に戻っちゃいますけど、うるさかったですか？いえ全然、何かやってるなーぐらいで。ほんとここの防音はしっかりしている。で、そういえば管理人さんがリフォームするって言ってたのを思い出して、様子が気になって。俺もしかしてさ、二人と付き合うことになったらさ、管理人さん以外の二人のどっちかと付き合うことになったら、こっちに引っ越してくるんかな。防音もしっかりしとるし。気になっちゃいましたか？すごい、かわいい。マジでいいよな。
全員可愛いんだよな。全員可愛いんだよな。まあ。ぐいっと迫ってくる管理員さんの目がキラキラキラっと輝く。ですね、今はですね、棚、キッチン用の棚を作っていたところなんです。使わないとき、それ自体を収納できる収納です。こういうのって機能的でかっこいいですよね。ほら、大学とか大きな行動とかで使われる上下にスライドする黒板とかあるでしょ。カフェの店長みたい。あとは回転式ラックとかスライド式本棚とか、私ああいう動く家具好きなんです。床下収納も捨てがたかったんですが、床や天井の兼ね合いもあって2階では難しくて。でもやっぱり収納ってあればあるだけ嬉しいじゃないですか。特にキッチン収納はあるとないとで立つ時のテンションが違いますし。はあ。ガタッとまくし立てる管理人さんのマシンガントークに圧倒されてしまう。好きなことを語るときは早口になると言うけど、管理人さんは本当に DIY が好きなようだ。じゃあ今日はずっとリフォーム作業を。一応そのつもりだったんですが、もしご迷惑になるようなら控えようかと。なるほど、平日はあれだもんな、掃除したり、掃除したり、これできるけど、休日は確かにそうだもんな。とんでもない。なんだったら何かお手伝いしましょうか。そんな悪いですよ、田中さんに手伝っていただくなんて。そう言わずに、俺も多少ならお手伝いできますから。一人だと大変なこともあるでしょ、例えば何かを支えつつ取り付けたりとか。ではお言葉に甘えて、ちょうど一人では大変なところがあって。こちらの提案に管理人さんは遠慮がちながらもうなずいた。手伝うことになった作業の、作業の内容は、調味料などを並べておく棚の取り付けだった。それ自体に上下に動く仕掛けがついていて、不要な時は収納しておけるというものだ。こんな棚俺の部屋にありましたっけ。あ、すみません、実はこれついこの前テレビ番組で見ていいなと思って。俺の引っ越しが決まった後で思いついたわけですね。はい、もし欲しいなら今度取り付けましょうか。いいですよ、そこまでしなくても。俺あんまり料理しないので。そうなんですか。今は仕事も忙しいので、どうしても出来合いを買う方が楽で。でもこの棚は楽しいですね。さっき管理人さんも熱く語っていたけど、可動式の収納って確かにワクワクする。こういうのって触ってるだけで楽しいですよね。料理も掃除も他の家事も道具がいいと楽しくこなせますから。ああ、それは確かに。 PC やスマホなんかも機能いい方がストレスないもんな。機能ではなく性能だと思うけど、それはシンプルに、それは機能ではなく性能では。なのでこうして自分でリフォームをするようになってからは、工具類も揃えたりして、そうなると工具を使う時間自体が楽しくて、ついつい凝ったリフォームになったりで。計画を考えて徹夜しちゃうぐらいですしね。凝縮しながらも作業をする管理人さんは、スチャッと電動ドライバーを手に取った。では椿ひな子、行きます。おお、
あらかじめつけておいたバツ印に合わせ次々とネジを取り付けていく。音に合わせて吸い込まれるようにはまっていくネジの挙動が何度も気持ちいい。終わりました。かっけえ、でけえ。え、もう？はい、出来上がっていた棚を取り付けるだけでしたから。実に見事な手際でした。もっと見ていたかったぐらいで。見た目から入るなんて本人は言ってたけど、着ているつなぎに恥じない腕前だ。リフォーム歴というか DIY 歴は長いんですか？ていうかさ、なんかそのちょっと異性を意識するムーブをしながらさ、管理人さんのこの姿を見て何もあれしないって不能野郎か。こいつ不能野郎じゃねえのか。半年ちょっとですね。ここをリノベーションしたのが去年なので。これでこの腕前とは、いやはや恐れ入りました。そんな、私なんてまだまだです。ドライバーの扱いも未だに不慣れですし。なんて電動ドライバーを片手に照れる管理人さん。あはい、電動ドライバーの扱いを褒められて照れる女性って果たしてこの世にどれくらいいるんだろう。あ、そうだ、今日この後お時間ありますか？お？え、ええ、まあ。お腹空いてますか？何？それは、はい、さっき起きてまだ何も食べてないですから。でしたら手伝っていただいたお礼も兼ねてお昼ご一緒にいかがでしょう。うひょう。大して手伝ってもないのに悪いですよ。遠慮なさらずにご招待させてください。ご招待って、ってことは管理人さんの部屋でってことですか？はい。手作り手作りですよなんて感じでニコッと笑う。ではさすがに、第一急にお邪魔したらご迷惑じゃ。大丈夫です、部屋はいつも片付けていますから。それに私、料理には自信があるんです。なのでぜひご馳走させてください。大工仕事よりも年季が入っていますから、いい手際見せられると思いますよ。なんてぐいぐい迫ってくる勢いに負けて、俺は結局その招待を受けることにした。ここが管理人さんの部屋。自分の部屋と同じ建物内にあるとは思えないほど管理人さんの部屋は女性らしさにあふれていた。思えば女性の部屋にお邪魔するなんて生まれて初めての経験だ。だからといって室内をキョロキョロ見回すなんて不作法な真似はしない。正確にはする暇がない。すごいなあれは。キッチンに立って料理する管理人さんの背中をじっと眺める。彼女の動きは機敏かつ無駄がなく、両手は常に何かをしていた。時折聞こえてくる包丁の音は一定で、テンポを刻むメトロノームがごとく。一流のホテルの厨房を覗き見ているような感覚に、俺の視線は管理人さんに釘付けだった。お待たせしました。なんて言うけど全然待ってない。せいぜい20分といったところだ。それなのにテーブルの上にはずらりと料理が並んだ。いつもの味付けにしちゃったので
お口に合うといいんですが。合うと思います。めっちゃいい匂いなんで。白いご飯にお味噌汁、漬物もある。そしてメインディッシュは鶏の親子煮。あれほどの手際を見せられたら味のクオリティは疑いようがない。いただきます。どうでしょう。うっ、しみる。味付け濃かったですか。いや、今のは五臓六腑に染み渡るって意味ですっごく美味しいです。はい、よかった。こういうザ家庭料理って感じの食事、しばらく食べてなかったんで嬉しいです。コンビニやスーパーの弁当って売れ筋なのか、唐揚げ、揚げ物やハンバーグが中心だ。惣菜コーナーにはこういった煮物もあるけど、なかなか手を出しにくかったりする。ご飯いっぱいありますから遠慮なくおかわりしてください。ではお言葉に甘えて、早速、あ、ごめんなさいね、設定画面。早速空になったお茶碗を渡すと、管理員さんはいそいそとよそい始めた。あの、管理員さんって割と食べる方なんですか。どうしてですか。俺がこうしてお邪魔したのって偶然なわけですよね。なのに男の俺がおかわりできちゃう量を日頃から炊いてるってことは。違います。一人暮らしなのでご飯は多めに炊いて冷凍してるんです。かわいい。あ、育っとるもんな。毎日一人分のご飯を炊くよりもその方が楽で手間もかからないですし、冷凍しておくとチャーハンやリゾット、雑炊とかにも使えて便利なんですよ。だからたまたまなんです。今日はたまたま冷凍するご飯をまとめて炊いておく日で。すいません、無知なもんで失礼なことを言って。いえ、私の方こそ心当たりがあるせいでムキになって。心当たり？リフォーム作業をした日ってどうしてもお腹が空いちゃうので、 DIY するようになってからちょっとその体重が。今のままで。小言でつぶやき、自分の体、特にお腹のあたりを気にする仕草を見せる管理人さん。このままでええんやで。普段はエプロン姿なので気にしてなかったけど、さっきのつなぎ姿を見た感じ、管理人さんは。いや、でも腰、足、腕、ちゃんとスラッとしとるから。腰が細くて乳と尻がでかすぎるだけだからスラッとしとるんだよな。お世辞でもそう言わんと。管理員さん、スラッとしてると思います。そやろ。そうですか。自分ではそうは思いませんけど。きっと前より筋肉がついたんですよ。筋肉は脂肪よりも重たいって言うでしょ。仮に体重がその増えちゃったとしても、大切なのは体脂肪率ですから。だから気にすることないです。そうでしょうか。はい、 DIY のおかげだと思いますけど、全体的にスラッとしたシルエットですよ。どういうことや。まじまじと直視はしなかったけど、さっきの、作業着姿はかなり色っぽかった。今さら？運動によっては汗ばんだ肌とか蒸気した頬とか、あれが健康的な色気ってやつなのかもしれない。そっかそっか、私太ってないんですね。ないですないです。スタイルいいと思います。もうそれはさすがに褒めすぎです。お世辞を言っても家賃は下がりませんよ。ではご飯のおかわりをいただくということで。めっちゃ食うやん、お前はお前で。わかりました。ならいっぱいよそってあげますね。ママすごいな。会話のせいで中断していた手を動かし、お茶碗に目いっぱいご飯を盛り付ける。たっぷり働いた後ですから、男の子はたーんと食べないと。
ヤフー。お、男の子。あ、ごめんなさい。さすがに男の子って年ではないですよね。なんかくすぐられるな。心がくすぐられるな。全員可愛いんだよな。ただ年下だと知っているせいか、どうしてもそういう意識が抜けなくて。あれ、俺管理人さんに自分の年齢言ったことありましたっけ。普通入居案内のあれで見るだろ。いいえ、でも契約の時に。ああそうか、賃貸借契約書あれか。はい、私はこの椿荘の管理人であり同時に大家でもありますから。え、変といった感じで主張する管理人さんがちょっと可愛らしい。例えばこのアパートって昔からずっと椿荘って名前なんですか。そうですよ、できた時からここはずっと椿荘です。ということは家族が経営していたのを彼女が引き継いだってところだろうか。築60年という話からして彼女の祖父母に、祖父母あたりが建てたって可能性が濃厚。いや待てよ、ひょっとして管理人さん実は結構なご高齢だったりとか。いや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 、世の中には年を重ねるほど若返っていく時空を超越したと噂の漫画家もいるくらいだし。あー、こういうのマイナスポイント。何やっけ、ジョジョの人、名前忘れた。荒木博彦だったっけ、清彦だったっけ、なんかそんな名前の人。こういうなんかネタのあれを入れるのは、って、通じんかったら、このネタって通じんかったら滑るからね。失礼ですけど管理人さんって今年で27になります。何、私の年齢ですよね。ああ、はい、そうなんですけど。エスパー、人の心は読めませんよ。いや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 、多分そうなんじゃないかなって。そういうのがちょっとわかるだけです。ほら、第六感って言うでしょ。軽く超越してる気がするんですが。でもなんとなくわかることってありません。表情や口調でもしかしてこういうことを言おうとしているんじゃないかなって。ああ、そういう風に言われると心当たりがなくもない。今の仕事についてからいくつものクライアントと打ち合わせをし聞き取り調査をしてきた。相手が求めている事柄を知るのはコンサルティングにおいてもコンサルティングにおいてとても重要だ。だから相手の口調や言葉の端々から希望や意図を導き出そうと常に意識している。どうやら心当たりがあったみたいですね。俺の顔をじっと見つめてにっこり微笑む管理人さん。でも今度は驚かずにいられた。と、すみません、食べる手を止めさせてしまって。冷めないうちにどうぞ召し上がってください。今日はごちそうさまでした。美味しい料理を食べてお腹もいっぱい。長居するのも申し訳ないし、そろそろおいとましなくては。じゃあ俺はこれで失礼します。交換しませんか。おお、連絡先ですか。でもそれだったら、契約書に自分の連絡先はもちろん書き込んだし、管理員さんの連絡先も記載されていた。そういうなんかね、もう書いてあるからいいでしょみたいな、そんなの違うでしょ。機微がないんだよ、機微が。
所にあった私の電話番号、スマホに登録してますか？これはもちろん、いざって時困らないように。では、今かけてみてください。首をかしげつつ、取り出したスマホで電話すると、部屋にあった電話機が鳴り出した。ファックス機能付きの、電話機で、液晶パネルには楠木さんと表示されている。なるほど、固定電話のことなんだ。ご覧のようにあの電話番号はこの部屋の固定電話のものなんです。管理人さんが満足げにうなずいたので、こちらも呼び出しを中止する。で、私が交換したいのはこっちです。ポケットからじゃじゃんとばかりにスマホを取り出す管理人さん。可愛いケースにストラップがついていて、彼女の私物だと一目でわかる。今後もし何かあった時はこっちの私のスマホに連絡をください。私ここでずっと待機しているわけでもないですし、チェインの方がやり取りも楽でしょう。ありがたい申し出ですけど、でもいいんですか？何が？何がです？このスマホってどう見ても管理員さんの私物ですよね。変に身構えるやん。変なの？ゆうくんなんかあれだな。やっぱいいわ。ええ、私のです。その連絡先を交換するってことは個人的なアドレス交換になっちゃいません？だからなんだなんか自分にその気があるような感じな言い回しだな。なっちゃいますね。いいんですかそれ？それで困るようならそもそも部屋に招いて手料理をご馳走したりしませんよ。これは確かにその通りだった。もともと入居者との連絡用にチェインを活用できればって考えていたんです。ただあまり距離感が近すぎてもそれはそれで問題が発生するでしょう。特にあなたは男性でしたから。そこは男の子扱いじゃないんですね。だって内見から契約まであっという間でほとんどお話ししなかったじゃないですか。確かに。あなたという人を判断するにはあまりにも情報が足らなくて。でも引っ越してきてずっと見てきて、この人であれば問題ないと思ったんです。特に今日はお手伝いもしていただいて、あんなに楽しいリフォームは初めてでした。邪気なくニコッと微笑まれ、思わず納得しそうになるけど、捉え方によってはこの人は人畜無害だとそう判断されたと言えなくもない。ということはそういうなんかそのね、あのストライクゾーンにはかからんかったと、男としても見てもらえんかったっていう。何それ、自意識過剰すぎるやろゆうくん自意識過剰だよ。あのどうかしました？いえ、そのしばらく様子を見た結果が男の子扱いだったんだなと。お前何様だよそこはあくまで私の所感です。でも毎日お仕事を頑張っていてとっても偉いなって思ってますよ。生徒を褒める先生のような口調に何とも言えないくすぐったさを覚える。それが、でもそれが嫌と言われれば、嫌かと言われればそんなことはなく、むしろ圧倒的な包容力を感じさせる口調にこの人にはかなわないなんて思うほどだった。というわけでどうでしょう、交換しませんか？わかりました。こちらとしても助かります。例えば夜中にトラブルが発生してもチェインだったら気軽にメッセージを残しておける。そういう意味では確かにありがたい。と、では以後はこちらでやり取りを。
アドレスを交換した後、スマホを眺め満足げにつぶやく管理人さん。とはいえ、何もなくても連絡してきてくれていいですよ。これはさすがにどうかと。それぐらいお気軽にということです。このぐらい言っておかないと、本当にいざって時にしか連絡をくれなさそうで。確かに。確かにその可能性は高そうだ。まあ、そういう人だからこそ教えても大丈夫だって思ったんですけどね。それでは今後もこの椿荘と管理人椿ひな子よろしくお願いします。見慣れたエプロン姿でにっこり笑うその姿は愛らしくて頼もしかった。